ますおそうめんの製造工程のうち2日目の朝早くに行われますこちらの作業を実際に本物のおそうめんを使ってご覧いただきます。50センチまで伸ばして熟成させた生の本物のおそうめんでございます。まず片方の管を穴に差し込み、もう片方を手に取って引き伸ばしていきます。引いては緩めを繰り返しながら1メートル100センチほどの長さへと引き伸ばしていきます。形をしておりますので、これを袋取り、今行っている作業を袋出し作業と言います。次に分け箸と呼ばれる長いお箸を使って麺をさばきながら伸ばしていきます。まず上の隙間からお箸を通し、下に向かって大きくさばいていきます。麺が伸びましたので、その分袋をコンプの分と差し替えていきます。でですね、今で今の麺が立ち上がりをご覧になってみてください。麺が途中で交差をしているのはお分かりいただけますでしょうか。このように今1本の長いおそうめんを2本の管に数字の8の字を描くようにして駆けつけております。お箸を上下の隙間から入れ移動させることによって、この麺の交差も移動していきます。その交差が移動することによって、向かい合った麺だけでなく隣同士の麺もきれいに剥がれてきております。とても簡単な作業のように見えるかもしれませんが、麺は細く生の状態ですので、お箸でつついてしまうとすぐに傷が入り、乾燥させた時に切れて落ちてしまいます。さらに肩のこの一番上の木を各上40センチ引き上げることで、おそうめんは2メートルにまで伸びていきます。で、2メートルまで伸ばした麺は4時間ほど乾燥させ、19センチの長さに切り取られてから50グラムずつの束にして木箱へと詰められていきます。そうですね、やっぱり2番になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。一期一会の出会い、飲んで話して